じゃあよろしくお願いします。お願いします。Even how iconic Junji Ito's works are, did this feel unique? This role feel unique as compared to your other roles as well? そうですね、まあ、若返るっていう表現が合ってるのかわかんないですけど、そういうような年齢感が変わるっていう役はこれまで演じたことはなかったので、そこは自分としても初めての役柄だなと思って、楽しんで演じさせていただきました。What is your most memorable experience playing as Raimi? And what was the scariest episode for you? やっぱり抜かれていくっていうところがなんか1枚目はやっぱりもう無理やり抜かれてるので、痛みもあったと思うし、そのなんかレイミの叫びっていうのはすごい悲痛な叫びで、その後も気絶しちゃってるんで私は声は入れてないんですけど、なんかこの後こう無邪気に笑うレイミっていうところが、なんか無邪気に笑えば笑うほど怖くなるかなと思って、そこは本当に子供の純真無垢な笑い声っていうのを意識してたので、なんかレイミはそこがすごく特徴的なシーンかなというふうに思います。